こんにちは、神田です。 J2 リーグ第9節仙台レノファ戦、結果は2対1で仙台が勝利という、まあ仙台がね、一人少ない中で、まあレノファがね、こう、まあ1得点しか、まあ奪えなかったんですけども、まあ仙台はね、こうレノファが4-3-3のシステムで来るので、ワンアンカーのね、脇の部分を木田選手、名倉選手が、まあどう攻略していくのか。レノファは、中盤のね、3枚、山瀬選手、上垣選手、佐藤選手がね、うまく攻守のバランスを取りながら、最後はレノファはね、こうサイドで攻撃をね、していきたいという狙いだったんじゃないのかなと。で、仙台は、こう移籍後初スタメンの中島選手が、まあスタートで出場で、まあミドルシュートもあるので、注目ね、していました。で、一方ね、レノファはスタートに今季初スタメンのまあ、岸田選手が出場してきて、まあ、上垣選手と沼田選手のコンビネーションが、まあ、どういうね、感じになるのかが、まあ、楽しみだなと思って見ていました。で、仙台のね、中島選手がボランチに入って、ポギーノ選手が、まあ、バランスをね、取りながら、攻撃になれば、こう、中島選手が出ていくことを、まあ、仙台はね、していたなと。で、レノファからしたら、ボールを奪った後に、どれだけボールをね、繋いで、前にね、運んでいけるか。ビルドアップのところを、いつも以上に、こう、大事にしていかないと、変なね、失い方をすると、失点するので、まあ、気をつけてね、欲しいなと思って、見ていました。で、仙台がね、やっぱ開始早々から、勢いを持ってきていたんですけども、まあ、レノファがね、押し返して、落ち着いた守備をしていたなと。で、レノファは、こう、仙台がね、4-4-2 のブロックを敷いてくるので、まあ、山瀬選手と上垣選手のシャドウのポジショニングが、まあ、大事になってくるのかなと。山瀬選手が、こう、ボールをね、受ける位置が良かったと思うんですけども、まあ、ビルドアップしてる時の、こう、ディフェンスラインから出てくるパスのね、精度を、レノファはね、こう、もっと上げていかないといけないのかなと。前向きで取られてしまって、カウンターを食らって、即ピンチになるということが、まあ、ちょこちょこあったので、まあ、次節へのね、課題になってくるのかなと、この辺が。で、レノファはね、ワンアンカーの佐藤選手が、なかなかね、立ち上がりからボールをね、触ることがなかったので、まあ、佐藤選手のところにボールを入れたかったと思うんですけども、まあ、富樫選手、皆川選手が、まあ、二人でね、マークをついていたので、まあ、レノファは、こう、攻撃のね、形を、まあ、うまくね、作れていなかったなと。で、そんな中で、前半16分、名倉選手が、高い位置でね、ボールをカットし、マセ選手につないで、マセ選手のスルーパスを受けて、敵陣ね、深くまで背後を取った皆川選手が、クロスを送ると、ここにね、走り込んできた木田選手が、今季2点目のゴールを挙げて、仙台が先制するという。レノファとしては、こう、ボールの、まあ、奪われ方が悪かったんじゃないのかなと、神田はね、見ていて思います。で、レノファはね、こう、木田選手を、まあ、なかなかこう、捕まえることができていなかったかなと。中に入って仕掛けてくる木田選手を、誰がね、マークをつくのか、マークを受け渡していくのか、まあ、その辺がね、決まっていなかったので、まあ、先制点を取られた後も、まあ、苦しいね、展開が続いていたなと。それとね、仙台の、全員のね、動き出しが良かったので、レノファはね、こう出てくる仙台の選手にマークをね、つききれてなかった。まあ、プレスに行けてなかったと言ったらいいのかな。まあ、そこも、こう一つのね、原因だったんじゃないのかなと思います。で、レノファからしたら、ゴールキーパーのね、関選手を使いながら、
まあ、ビルドアップやり直してもいいと思いますし、サイドの選手がね、幅を取って広げて、まあ、ボールをね、落ち着かせるようなことをしても良かったんじゃないのかなと、まあ、神田のね、個人の見解なんですけども、そう思いました。で、キムテヨン選手が21分と26分前半の警告を受けて、退場と、10人で戦うことになった仙台に対して、まあ、レノファがね、こう、押し込む時間帯となったんですけども、こうなかなかね、仙台のゴールをこじ上げることができず、前半は攻めていたんですけどもね。で、レノファはね、一人、人数が多いのに、まあ、点がね、前半取れなかった原因は、仙台がね、4-4 のブロックを敷いて、守備をしてきていたので、レノファのね、シャドウの選手が、まあ、背負ってボールを受ける形になるし、まあ、仙台がね、出てくるボールに対して、まあ、先ほども言いましたけども、こう出足よく、守備をしてきていたので、レノファのね、シャドウの選手が、高い位置でね、我慢しきれずに、下がってね、ボールをもらいに来ていたんですよね。で、仙台が、やっぱその、レノファのシャドウの選手が下がっていった分、ラインをね、押し上げて、コンパクトにするから、レノファからすると、ボールをね、出すところがなくなっていたなと。レノファのシャドウが我慢して、下がらずに、落ちずに、こう前でね、仙台の敵陣深くで高い位置でボールを受けれていたら、こう左右にね、展開できて、こうブロックがね、仙台のブロック敷いてる部分がずれて、そのずれたところにこう差し込むパスが出せて、こうね、得点を奪えるチャンスがあったんじゃないのかなと、神田をね、見ていて思いました。で、岸田選手がね、またボールを収めることが、まあ、もう少しね、できていたら、こう、シャドウ、サイドの選手がね、上がる時間、攻撃にね、参加できることができたんじゃないのかなと。まあ、岸田選手にね、どういうボールを収めさせる、岸田選手のところに、どういうね、ボールを持っていって、展開していくのか、攻撃の起点を作るのか、まあ、ボールを収めさせるために、まあ、どういうね、攻撃の形を作ったらいいのかっていうところが、まあ、その辺ね、レノファの課題になってくるんじゃないのかなと、感じました。で、レノファはね、こう、まあ、この仙台戦を見てて思ったんですけども、まあ、出してと受けてのタイミングがね、こう全然合ってないような感じがしたんですよね。前線の選手は背後をね、取ろうとしているんですけども、パスをね、出そうとしている選手は、こう足元にね、出すパスが多かったので、まあその辺が合わなかったせいなのか、まあ前半ね、得点が奪えなかった原因の一つかなと。仙台の守備がいいので、なかなかね、パスが出せない。前線に縦パスをね、つけるくさびのパスが出せないので、まあ横パスがどうしてもね、レノファは多くなってしまって、まあその横パスを、まあ仙台にね、狙われていたなと、思います。で、後半はね、こう数的優位のレノファがね、開始早々から猛攻をかけていたんですけども、仙台はね、ゴールキーパーのストイシッチ選手を中心に、耐えて耐えて守る。で、後半ね、6分、仙台が右サイドを崩して、富樫選手が、左足でフィニッシュし、2点目を奪われるという、まあ、レノファからすると、まあ、苦しい展開に。まあ、レノファがね、こう、ボールを奪われてから、仙台がほぼね、ワンタッチで、富樫選手まで、繋いでいくんですよね。まあ、流れるようなパスワーク、鮮やかな、もうほんと見事な攻撃だったなと。レノファとしては、こう、リズムがね、後半の立ち上がり良かっただけに、ほんとね、痛い失点だったと思います。で、後半ね、23分に、コーナーキックの流れから、岸田選手がね、ヘディングで見事に決めて、1点差に詰め寄るんですけども、その後もね、レノファが猛攻を仕掛けていったんですけども、仙台もうまくね、選手交代しながら、守備のね、強度を維持されてしまい、まあそのまま2対1で、まあ逃げ切られてしまうという、
まあちょっとね、岩手戦も含めて人数が多い状態なのに、まあレノファがね、こう攻撃の形を作れていないのが、まあレノファとしては3分の1から先のね、攻撃のアイデア、崩しのパターンが、まあ、あるのかどうかだと思いますね。敵陣のね、アタッキングサードまではボールを持てて、余裕をね、持って、ボールをね、持てているので、まあ、そこから先の攻撃のパターンが、まあ、必要になってくるんじゃないのかなと。相手が4枚、5枚のブロックを敷いたときに、まあ、どういうね、選手の立ち位置、動き出しをしていって、相手のね、守備ブロックを崩していくのか。まあ、そこがね、ちょっと、今季、今節の大きな課題になってくるんじゃないのかなと。思います。ちょっとね、厳しい内容をお伝えさせていただきましたが、本当にね、レノファサポーターで嫌な気持ちになった方は本当に申し訳ございません。まあね、今日も動画の方が、長くなりましたが、またね、次節レノファ戦の、動画をねアップしていきたいと思いますので、最後まで動画を見ていただいた方本当にありがとうございます。それではまた。